トマペ知識認定コーチの西村です。本日はシンデレラはエフィカシー高いんだぞっていうお話をいたします。私ですね、先日この本、言葉があなたの人生を決めるの実践ワークブックを使ってですね、エフィカシーの話をしてました。22ページルール6っていうのにエフィカシーの話出てるんですね。エフィカシーとはコーチングの用語の定義付けとして、コンフォートゾーンのレベルのことをエフィカシーっていうんですね。エフィカシーっていうのは自分のゴール、達成能力の自己評価のことです。要は俺ってこのぐらいの能力あるんだから、これぐらいちょろいぜ、できるぜっていうのがエフィカシーです。人生をパフォーマンス高く生きるためにはですね、きちんとゴールを設定してあげることが大切です。で、ゴールが達成できるにはエフィカシー先に高めてあげないといけないんですね。エフィカシーって前、ルート S さんの前の本とかでは自尊心ってまんま訳されてたんですけど、自尊心上げてあげにはならんのですが、どうやってあげんのよみたいな感じで、ちょっと難しいんですね、この説明で。私はこんな例えを出しました。皆さん、シンデレラって当然知ってますよね。童話のディズニーなんかですごくアニメ映画とか、この間実写版映画で有名になったやつですよ。ガラスの靴のお話です。あれ、よくよく考えてみてくださいね。シンデレラって灰かぶりって意味でしょ。頭とかにその炊事洗濯掃除やってるから灰かぶってるって意味でしょ。で、本来シンデレラみたいにママ母にいじめられて、で連れ子に殴られてとかしてると、エフィカシーズドーンと下がると思いません？私の一生このままいじめられ続け、最悪いじめられて殴り殺しにされるかもっていう状態じゃないですか。でもシンデレラ果敢に、私は綺麗なの、お姉さんたちより、舞踏会に出て王子様ゲットしてやるわって感じで、どんなにお姉さんからたくさんお仕事、いじめのように頼まれても、うち抜け出してこっそり武道館行くでしょ。シンデレラってエフィカシー高いんですよ、ものすごく。これ心理学では結構有名な話なんです。シンデレラは、私は王子様にふさわしいのっていう、とてつもない高いエフィカシーを持ってた女の子だから、ちゃんと魔法使いさんとかが助けてくれて、で、どんなに時間がタイトで12時には魔法解けるんであっても、そのリスク抱えて武道館に出るんですよっていうことで、皆様、先にエフィカシー上げるのが先、エフィカシー高めるのはゴール設定っていうことで、シンデレラのゴール設定は、私は武道館に出ている、そこで王子様に見初められて貧困の生活から抜け出しているっていうのがきっとゴールだったんですよっていう、そんな話でした。皆様も、特に女子、シンデレラ魂でゴールは高く、私は美人みたいな感じで、プライド高く、エフィカシー高く、12月の時期、これからの冬の時期は過ごしてみてくださいね。